ボリス・クリストフ・ボリス・クリストフは、ブルガリアのバス歌手。20世紀における最も偉大なバスの一人に、数えられる。学校教師の父とロシア系の母の息子として、ソフィアに生まれる。クリストフは、早くから歌唱の才能を示し、少年のうちから、ソフィアのアレクサンデルネフスキー大聖堂の合唱隊に、加わった。1930年代には、大学で法律を専攻し、 一旦は、司法関係の職に就いたがよかには、ソフィアのグスラ合唱商談で歌を続け、1940年には、同合唱団のソロイストとして、成功を収める。政府の許可を得て、1942年に出国し、ローマで有名なバリトン、リッカルド・ストラッチャーリに、指示、2年間にわたって、イタリアオペラのバスのレパートリーを学ぶ。 第二次世界大戦の激化に伴いクリストフはオーストリアに避難し、同地でオペラ出演やリサイタルなども行ったが、終戦直前の混乱で収容所に収監されるなどした。釈放され1945年の年末には、ローマに帰還、再びストラッチャーリの下で研鑽を積む。イタリアでのオペラ舞台デビューは1946年、プッチーニ、ラ・ボエームのコリーネ役。 すぐに国際的な活躍を開始し、1947年からはミラノスカラザ、1949年からロンドンコベントガーデン王立歌劇場、その他リオデジャネイロで出演するなど、欧州及び南米の主要歌劇場の舞台で大活躍する。1950年にはニューヨークメトロポリタン歌劇場に招かれたが、ソビエト連邦の勢力下にある諸国からの、 米国入国を制限するマッカラン法によって入国が拒絶される。入国制限が緩和された後、1956年にクリストフはようやくアメリカでのデビューを果たし、またシカゴ歌劇場でもしばしば歌ったが、メトからの調整は生涯拒み続けることとなった。1964年に脳腫瘍手術を受け、翌年には活動を復帰するが、以前ほど活発ではなくなった。 1967年には母親の葬儀のため、1945年以来、久しぶりに、母国ブルガリアへの入国が許可されている。その後もしばしば印象的な舞台を演じ、公式な引退は1986年6月22日、ローマの聖チェチーリア音楽院でのリサイタル。1993年にローマで死去した後、意外はソフィアに運ばれ、 アレクサンデルネフスキー大聖堂にて、国葬級の扱いで葬られた。大きな声量、印象的な音色と、舞台姿、そして力強い劇的表現に秀出たクリストフは、シャリアピンなどの偉大な、スラブ系、バスカ種の系譜に連なる正当な後継者と、みなされていた。オペラのレパートリーは、ロシアのオペラ、及びベルディ作曲のものがほとんどだったが、 歌曲においても洗練された表現を聞かせた。代表的な役柄としては、ムソルグスキーの、ボリス・ゴドゥノフ、リムスキー・コルサコフの、イワン・ライテー、ボロギンの、イーゴリ・コーのそれぞれタイトルロール、ベルリ、ドン・カルロのフィリッポ二世役などが挙げられる。舞台上では偉大な歌手であった、クリストフだが、同僚歌手や指揮者、演出家との間では、人間関係上のトラブルが多かった。 1955年には、ローマで、ケルビーに、メディアの上演中にマリア・カラスと、衝突。また、1961年には、同じブルガリア出身の若きバス、ニコライ・ギャウロフに対して、共産党政権に追従しているとの批判を行い、クリストフが、スカラザの契約を打ち切られるという事態を招いている。バリトンのティート・ゴッビは、義兄邸に当たる。ありがとうございます。